CD は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイのシリーズ商標である。1950年代後半から1960年代半ばに、かけて製造販売されていた実用車のベンディー C90,C92 ドリーム C70,C71,C72 の後継発展的位置付けビジネスモデルで1966年から製造販売されたのが、本シリーズである。 C シリーズ時代には、排気量 125cc250cc の空冷、4ストロークサイチェシーに気筒エンジンのみとされたが、本シリーズでは新たに 90cc 以下の単気筒エンジン搭載モデルや、海外向け輸出専用モデルもラインナップされた。日本国内向け仕様は 125cc 以下では、便利 250cc モデルでは、 CD250U を除きドリームのペットネームを持ち、各モデルの共通事項として、アップハンドルシングルシート、大型リアキャリアフルカバードタイプドライブチェーンケース、テレスコピック式前輪サスペンションを装備するほか、タイヤホイールサイズは、ドリーム CD250 が前後18インチ、他のモデルが前後17インチとし、ブレーキは CD250U のみ前輪を油圧式、 シングルディスクブレーキとした以外は前後ドラムブレーキである。またカラーリングは日本国内向け仕様では一貫して黒系もしくは茶系の設定とされたが交番配備のパトロールバイクとして警察仕様も各都道府県警察に納入されており、これらの多くは白色塗装とされた。日本国内向け仕様は1990年代後半に 50cc、90cc 50 90の単気筒モデルと 125cc の二気筒エンジンモデルに集約。自動車排出ガス規制の強化により、最後まで製造販売されていた 50cc モデルも2007年に生産終了となり、これ以降2017年現在でも本商標を使用するモデルの製造販売は行われていない。いずれのモデルもスーパーカブシリーズと共用の前傾80度空冷。 4ストローク再チェシー単気筒エンジンを搭載。動力伝達系は手動式出式タバンクラッチによるロータリー式4段マニュアルトランスミッションとするほか、車体も初期型から最終型までプレスバックボーンフレームを採用。さらに多くのコンポーネンツ共通化などを実施した姉妹車である。詳細はホンダ便利 CD を参照のこと。詳細は ホンダ便利 CD を参照のこと。このうち175.185200は上述した便利 CD125 ベースに排気量を拡大した海外向け輸出専用仕様である。搭載エンジンは日本国内で販売された 250cc、クラスモデルも含めクーレ4ストロークサイチェシーに祈とである。ありがとうございます。